やっほー、小井川光です。今日は埼玉県にある花湯スパリゾートにやってきました。これから入っていきます。これから個室の方に入っていきます。今廊下を歩いてます。あ、ここですね。こちらに入ってきます。茶碗を買って、さらにここにお風呂がある。
線だから暑いですね。でもこの辺だったらさ、ひかると夢ぐり恋物語っていうファンティアを始めました。 YouTube では見れない恥ずかしい映像も載せているので、ぜひ遊びに来てください。